ホイットニー・ヒューストン、ホイットニー・エリザベス・ヒューストン、1963年8月9日から2012年2月11日は、アメリカ合衆国の歌手、女優、元ファッションモデル、著名なソウルシンガーを親戚に持つ。11歳の時にジュニア・ゴスペル・クワイアに入り、ニュージャージー教会で歌い始めた。 ニューヨーク市地域のナイトクラブで母親とパフォーマンスをしていたところをアリスタレコードの社長クライブ・デイビスにスカウトされた。1985年デビューアルバムそよ風の贈り物は大ヒットとなった。1987年に発表した2枚目のスタジオアルバムホイット・ニー・ツース的なサムバディはビルボード200チャートに初登場1位を記録する女性歌手では初。 1992年には初主演映画ボディガードが公開される。映画のサウンドトラックは1994年のグラミー賞最優秀アルバム賞を受賞するなど高い評価を受け、アルバムからのリカットシングル Always Love You は自身最大のヒットとなった。ホイットニーは世界で最も売れている歌手の一人である。累計セールスはアルバムが1億4 マイ以上、シングルは5、0、0、0、0、0、マイ以上で、アメリカ合衆国の RIAA より、アメリカ合衆国で、女性アイスと史上4番目に売れている歌手と、評価されている。また、音楽雑誌、ローリングストーンによりその声を、強力で鋭いポップモスペルと言われ、オールタイムの素晴らしい歌手100人のうちの一人であると、評価された。ローリングストーンの選ぶ。 歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて第34位。旧市の選ぶ歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて第98位。1963年8月9日、ニュージャージー州ニューアークで父ジョン・ヒューストンと歌手の母、シシー、ヒューストンの3番目の子供として生まれた。母シーは60年代に活躍したスイート、 インスピレーションズのリードボーカルで、後にはエルビス・プレスリーやアレサ・フランクリンのツアーにバックコーラスとしても参加していい。シシーがツアーに出ている間、父親、ジョン・ヒューストンが育児を担当した。重視には、ディオン・ヌ・ォーウィックやディディ・ワーウィック、ジュディ・クレイなど、ゴスペルや R&B、ポップ、ソウルなど多くのジャンルでヒットを持つ歌手がいる。ラーレン・ラブが、 ホイットニーの名付け親であり大母であり、アレサ・フランクリンは名誉は、アンデリアントである。1967年にニューワーク暴動が起こるとイースト・オレンジに引っ越した。幼い頃にニュージャージーのニューホープ・バプティスト教会の聖歌隊に加わりゴスペルを学ぶ。11歳の時には聖歌隊のソリストとして活躍。教会での最初の単独パフォーマンスはガイド・ミー。 オーゾーグレート、ジェホバという曲であった。これより少し前にピアノも習い始めた。ホイットニーが10代の時に両親が離婚。母シーが養育権を得た。ホイットニーはカトリック系の女子校に通った。そこで親友となるロビン・クロフォードと出会う。高校に通う間も母シーがホイットニーに歌を教えた。10代の頃にモデルとして活動したり、 チャカカーンダのバックボーカルを務めるなどして、頭角を表した。1983年にビンワンプロデューサーのクライブ・デイビスの目に留まり、アリスタレコードと契約した。翌年には、テディ・ペンダー・グラスとのデュエット曲がヒットした。1985年にデビューアルバム、そよ風の贈り物をリリースし、いきなり爆発的人気を獲得した。2作目のシングル、 全てをあなたにから7曲連続で全米シングルチャート1位の記録を打ち立た。この記録はビートルズの6曲連続を超える新記録であり2012年現在未だに破られていない。1987年の2枚目のアルバムホイットニーツース的なサムバディは日本のオリコン洋楽アルバムチャートでも1987年6月15日付から 通算11周1位を獲得した。1991年の第25回、スーパーボールで試合前に国家を聖唱この聖唱は、史上最高の国家聖唱と絶賛された。後に、シングルとしても発売され、またその10年後に、アメリカ同時多発テロ事件のチャリティして、再リリースされ、ヒットしている。1992年、 ケビン・コスナーと共演した初主演映画、ボディガードが公開され、成功を収めた。彼女の新曲6曲を収録したサウンドトラックは全世界で4、200万枚を売り上げ、日本でも当時洋楽史上最高の280万枚を売り上げる驚異的なヒットとなった。カントリー歌手、ドリー・パートンのヒット曲をカバーした主題歌、Always Love You は、 全米シングルチャートで14週連続ナンバー1を記録する自身最大のヒット曲になった。同年 R&B 歌手、ボビー・ブラウンと結婚。翌年には一人娘を出産した。その後も主演映画、ため息つかせて、1995年、天使の贈り物、1996年が公開される。ボディーガードには遠く及ばないものの成功を収め。 サウンドトラックもヒットした。1998年、オリジナルアルバムとしては実に7年ぶりとなる My Love Is Your Love をリリース。翌年には BH1 リバースライブ99に出演して高評価を得るなど再び歌手活動を本格化させた。2000年にベストアルバムを発売したが時期を同じくしてハワイの空港で大麻所持で拘束された。 激しく体重の落ちた姿がたびたび見られるなど、健康を害し、その後、テレビ番組で、大麻やコカイン等の常用を告白している。夫が、暴行などで、たびたび逮捕され、離婚説が幾度も報じられるなどのトラブルもあり、週刊誌やテレビ等で、私生活を取り上げられることが、高田。2001年映画、プリティプリンセスの音楽制作に携わる。 2004年から翌年にかけて、リハビリ生活を続けた。2006年9月13日、ボビー・ブラウンとの結婚生活に終止符を打つべく、離婚申請書を裁判所に提出し、同年10月に離婚が成立した。2008年6月には、年末に、クライブ・デイビスのプロデュースのもと、ニューアルバムをリリースすると発表した。しかし、この発売は延期され、 翌2009年6月になって、同年9月1日にリリースするとが報じられた。実際には8月31日、米国にアルバム、アイルックトゥユーが発売され、1週目で30万枚以上を売上ビルボード200の初登場1位を獲得、復活を果たした。2010年2月の東京公演を皮切りに11年ぶりのワールドツアーも実施した。しかし、 英国でのコンサートで息が切れたり、パリ公演では呼吸器の感染症で入院するなど、トラブルが相次ぎ、2011年7月にアルコール、薬物依存からの復帰プログラムを再開し、2012年1月には破産寸前であると報じられるなど、様々な問題が続いていた。2011年、マイケル・ジャクソンの人生を振り返ったドキュメンタリー映画、 マイケル・ジャクソン・ライフ・オブ・アイコン思い出を集めてに出演。2012年2月11日にカリフォルニア州ビバリーヒルズにある4階客室の浴槽の中に倒れていたところを発見され、救急隊が20分間にわたって蘇生処置を施したが、同日午後3時55分、現地時間に死亡が確認された。ホイットニーはグラミー賞の受賞式を翌日に控え、 クライブ・デイビスが主催する恒例の前夜パーティーに参加するために同ホテルに滞在していた。2012年3月22日、ロサンゼルス軍検視局は会見を開き、死因は不慮の歴史であり、遺体からコカインが検出されていることから、入浴中にコカインの影響で心臓発作が起こったため、浴槽に沈んだ可能性が高いという検視結果を発表した。 2012年8月に公開された映画スパークルが演劇作品としての遺作となった。アルバムの下に代表的なヒットシングルを記述、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。